軽空母、軽空母、軽空母、ライトエアクラフトキャリアは正規空母と比較し小型の航空母艦のこと。歴史的には大型の正規空母に比べて小型で搭載する航空機も少なく走行など防御能力も低い空母を指した。ただし速力は正規空母と同等、あるいは準ずることで艦隊行動を行って、 海上戦闘作戦に参加できる能力を備えているものを指し、低速の護衛空母とは区別される。当時、高速力を発揮し艦隊行動に追随し得る空母は艦の規模、搭載機数に関わらず、艦隊空母、フリートエアクラフトキャリアと分類されていた。現代では、主に短距離離着陸機、ストブル機を運用する航空母艦のことを指す。 軽空母とヘリ空母は元来別の艦種である。ヘリ空母を抗議の軽空母に含める文献もあるが、ヘリコプターとストブル機の運用においては支援設備が異なるため、ストブル空母をヘリ空母として運用することはできても、ヘリ空母をストブル空母として運用するには困難が存在する。水蒸気から発達した航空母艦において、排水量、搭載機、速力、 防御が列位にあるものをより大型のそれと比較して軽空母と呼ばれたことに橋を発する。空母の黎明期において実験艦的性格を持った日米への交渉、ラングレー、ハーミーズは1万トン前後の排水量とワシントン、海軍軍縮条約によって空母への転用を認められた赤城、レキントンと比較して小型であったが、この時点では軽空母という概念はない。 第二次世界大戦の勃発まで、海軍国の空母建造は、条約で割り当てられた、排水量の範囲内でどう割り振るのかという部に、終始するため、比較的小型、比較的大型、あるいはその間を取った設計だから、中型、という曖昧な定義しかなく、艦隊と行動する前提で設計されたのであれば、防御が弱くても、速力が30ノットを割っても、 あるいは来撃機のための航空魚雷の調整、運用ができないものであっても単に空母として偶されていた。軍縮条約が終わり、第二次世界大戦が始まると空母戦力の大拡張が行われるが、この時に建造に時間と費用がかかる正規空母と並行して計画されたのが護衛空母と軽空母である。護衛空母が戦護衛を主眼としたのに対し、軽空母は 艦隊戦力の補助を意図していた。護衛空母より高性能であるが正規空母よりも安価で建造期間が短いことが求められ、一部は巡洋艦や民間船舶の船体を利用したり、改装されたりした。日本の随宝、砂中大鳥、竜宝、千歳、千代田、いぶアメリカのインディペンデンス級、サイパン級、イギリスのコロッサス級、戦闘級が、 当時の軽空母に分類される。移読も合計3隻の空母を着工し、客船改造のスパルビエロなどいずれも米の主力空母に比べて搭載予定機数が少なく、航空戦力としては軽空母クラスであった。これらは完成には至らず、ソ連の空母は研究段階にとどまり、戦局に寄与することはなかった。大型高価な正規空母の補助として、 それなりの数が計画、建造された軽空母であるが、第二次大戦の終結後は、急速建造という最大の利点がなくなり、また肝心の搭載機そのものが、Z 化と共に即に大型化、大重量化したことから第一戦機の運用能力を失い、大戦任務や、強襲揚陸艦に転向したものな他は、ほとんどが1970年代までに退役することとなった。 コロッサス級は例外的にジェット機対応改造により一部の海軍で長期の運用がなされ、アルゼンチンではベンティシンコデマイオを1997年まで、ブラジルではミナスジェライスを2001年まで運用していたので、第二次世界大戦における定義に当てはまる、軽空母は2001年まで存在したこととなる。洋上で航空戦力を展開するには、 大型高価な正規空母と、その固定翼艦再起に頼るしかない状況にあったが、その費用負担に耐えかねたイギリスはこれを全廃する、措置を取った。しかし、全通艦ン型対戦巡洋艦とストブルキハリアー、そして、スキージャンプ台を組み合わせることで、限定的ながら、比較的安価に、洋上航空戦力を整える方策を編み出すことになる。インビンシブル級とそれに先立つ。 各種実験を担当したハーミーズ2代目はフォークランド紛争で実績を上げ、これが有効であることを示す。以後、イタリアがジュゼッペ・ガリバルリ1985年収益をもって、これに続き、またアメリカも洋上防空とは別のアプローチ、すなわち教習揚陸を行う海兵隊への近接航空支援のため、教習揚陸艦とハリアーの組み合わせを採用する。 アメリカ海軍もまた大型空母の運用費用に苦慮していたことから安価で柔軟性に富んだ航空機運用プラットフォームとしての SCS-C コントロールシップ正解感を研究するもののアメリカ海軍の複雑な要求を満たすことができず、とんざする。しかしこの研究はイギリスに先立ちハリアーの艦上運用を開始したスペインにおいてプリンシペデストリアス。 1988年収益、2013年退役として結実することとなる。現在の軽空母とは、カタパルトや着艦高速装置、あるいは、それを配置するにたる広大な飛行甲板面積を必要としない搭載機にハリヤーを採用した空母、と言い換えることもできる。軽空母が俗に、ハリヤー空母とも呼ばれるゆえんでもある。冷戦崩壊によって、 ソ連の約マイナス38が、キエフ級と共に運用を停止して以降、ストブルが可能な固定翼艦載機は、ハリアーのみであり、F-35 のストブル型である、F、F-35B が配備されるまでは、軽空母イコール搭載機は、ハリアーという状況が続く。F-35B の搭載を前提としたより、大型のストブル空母あるいは強襲揚陸艦は、 排水量が3万トンに達する。またこれに先立つ1960年代において、当時のソビエトで排水量5万トンの空母を警防空空母と呼称し、また約38を搭載した、キエフ級は4万トンを超えていた。また専門誌において5万5千トンのアドミラルクズネッツオフが関西機の発艦重量に制限を受けるストバーの採用を利とした。 運用能力の限界から、軽空母と解説されたこともあり、さらには輸送、揚陸などの複合任務に供される感もあることから、軽空母という語に関して、現代においては、各国共通の定義は存在していないと言える。2017年には、イギリス海軍のクイーンエリザベス級が収益したが、クイーンエリザベス級は、フランスの原子力空母、シャルルド・ゴールよりも、 はるかに大型の艦型であるにもかかわらず、関西として F-35B ストブル機を運用する予定であったことから、軽空母の定義が揺らぐことになるであろうと当初、考えられてもいた。しかし、F-35B の開発が難航し、空軍、海軍がクタール型の F-35C の取得に、方針変更するも、C 型の実戦配備が2023年まで遅れる。 見込みのため2012年5月10日サイド B 型に変更すると発表。2018年3月現在、F-35B の運用開始時期は未定で、今後の動きが注目されている。なお空母運用国の中で公式な分類に、K 空母を正規空母と区別していた国は、アメリカ、正規空母 CV、K 空母、CVL、カナダ、 正規空母は保有したことがないがアメリカに準じた戦隊符号系空母に CVL を使用、ブラジル、正規空母内、軽空母イオールの3国のみであり、他の運用国は、軽空母と正規空母の区別をしていない。したがって運用国によって公式に、軽空母と分類されたのは、アメリカのインディペンデンス級とサイパン級、カナダとブラジルのコロッサス級となる。 コロスサス級は建造国のイギリスでは、軽空母に分類されなかったが対応、売却先で、軽空母に分類されたこととなる。また、現代における、軽空母と呼べる、ストブル空母については、その先駆者であるイギリスのインビンシブル級は、イギリス海軍の公式サイトにおいては、CVS、対戦空母、支援空母ともと称されている。なお、アメリカ海軍は、 1952年から1972年まで対戦空母に CVS という識別符号を用いていたが、こちらは S-2 艦上障害機などを搭載した SX 級に対する分類あった。第一次世界大戦において飛行機が重要な兵器となった。大戦中イギリス海軍は海上で運用できる水蒸気を戦力として使用した。水蒸気は広大な海面から、 立着陸できる反面、艦船からの積み下ろしに手間がかかる上、大きなフロートによる飛行性能低下は、軍用機として大きな問題であった。対戦後、日米への大会軍国ではフロートを持たない、通常の航空機を運用できる軍艦、すなわち航空母艦の建造に着手した。最初の空母は1万トン程度の小型であったが、すぐに大型化していった。 その後、航空母艦の建造は、ワシントン海軍軍縮条約の制限を受け、各国が建造できる空母の総量に規制がはめられた。制限内で、最大限の空母戦力を保有するために、小型の空母が建造された。当時の小型空母の代表例として、日本の流城がある。流城は、当時の正規空母の半分の大きさ、排水量1万トンで30機以上の航機を、 運用し、約30ノットの速力であった。第二次世界大戦では、航空母艦が、海戦の主役となった。日米英は、大型の正規空母を建造すると同時に、低予算かつ短期間で作れる小型の航空母艦、軽空母の建造にも注力した。アメリカ海軍は建造中の巡洋艦の艦隊を、流用して、インディペンデンス級9隻とサイパン級2隻を建造し、 通常の空母、CV とは別の軽空母、CVL に分類した。日本海軍は、水蒸気母艦を改造した、チトセ型2隻、潜水母艦を改造した随砲型2隻と、流砲を投入したほか、数隻の建造、または改造計画を持っていた。イギリス海軍は、やや低速、25ノットのコロッシサス級7隻、などを建造した。いずれも、 排水量1万トン台で、当時の正規空母の半分程度の大きさであったが、正規空母にごして活躍した。第二次大戦後、米英以外の国も、海上航空戦力強化のために、航空母艦を保有した。その際に採用されたのが、大戦中に建造、計画されたイギリス海軍とアメリカ海軍の軽空母であった。イギリスの空母を購入した国は、フランス、オランダ、 カナダ、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、インドの7カ国であり、アメリカ海軍の空母はフランスとスペインで使用された。その後フランスは正規空母を自国で建造した。インドは2012年現在もイギリスで建造された軽空母、ビラート、旧ハーミーズ戦闘級を保有しているが、こちらはハリアー運用艦として購入しており、 現代的な意味での軽空母にも同時に増加する。ソ連では1975年、大型のキエフ級軽空母を建造した。キエフ級は、ミサイル巡洋艦の性格が強く、搭載した V、エストール機、フォージャーの能力も低かったこともあり、その後は大型空母の建造に移行した。1980年に完成したイギリス海軍のインビンシブル級は、 最初全通艦パン型巡洋艦として設計されていたがヘリコプターと部員、エストール機、シーハリア合わせて21機の運用が可能な現代的な意味の軽空母であり、以後の西側諸国で建造される軽空母の方向性を決定づけた。現在収益中のハリアを関西機とする過去にしていた軽空母には以下のものがある。その他に軽空母ではないが、 アメリカ海兵隊の強襲揚陸艦がハリアー E を運用している。欧州諸国のいわゆる軽空母より大型で強襲揚陸作戦のための兵員と装備を搭載している。ハリアー以外の固定翼艦載機を運用する空母には2つの種類がある。1つはカタパルトで発艦し着艦高速装置を利用するカッタバー。カタパルトアシステッドテイクオフビュートレステッドリカバリー。 方式であり、もう一つが、スキージャンプ台などを用いた、短距離離陸と着艦高速装置を組み合わせた、ストバー、ショートテイクオフバットレステッドリカバリー方式である。ストバー方式が、カッタバー形式より、運用機種や、発汗重量に限定がかかることを理由として、ストバー方式のロシア海軍、アドミラルクズネッツオフを、軽空母に分類しようとする執筆者が、 稀に見受けれるが、アドミラルクズネッツオフは、正規空母としても中型の排水量を持ち、またクタール機を運用できていることから、一般には正規空母に分類され、軽空母への分類は誤りとされている。今後、ストバー方式の採用国として、インド海軍と中国海軍が加わるものと見られている。日本の海上自衛隊は、その前身である1952年の、 海上警備隊設立から2018年現在に至るまで固定翼艦載機を搭載した艦艇を保有していない。2009年に収益したヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦通称 16DDH でのストブル機の運用が議論されることがある。現状ではヘリコプター以外の航空機の搭載は発表されておらずストブル機の運用が可能であるという発表も なされていないものの、2013年6月10日から26日まで、米国のカリフォルニア州キャンプペンデルトン及びサンクレメンテ島にて実施された統合訓練、ドーンブリッツ13実施中の6月14日には、護衛艦ヒューガの飛行艦パンに、アメリカ海兵隊の V-22 オスプレイ垂直離着陸輸送機が初めて日本の艦艇に着艦している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。